ヘルマン・シュレーゲル。ヘルマン・シュレーゲル。1804年6月10日から1884年1月17日は、ドイツの鳥類学者、動物学者。大伝王立自然史博物館の第二大館長を務めたことがある。シーボルトらが日本で収集した、脊椎動物を研究し、テミンク、デハーンラと、ファウナジャポニカ、日本動物史を執筆した。 日本産のカエルの一種、シュレーゲル・オーガエルにはその名が記念されている。なお、彼の実質的な研究活動は、オランダのライデン自然史博物館時代になされたため、しばしば、オランダの学者と言われることもある。ちなみに、日本では、港クマグスのロスマロン層の相手としても知られる、東洋学者のグスタフ・シュレーゲル、カストフ・シュレーゲル1840年から1903年。 は、ヘルマンの息子で、オランダ生まれである。他に、ピアニストで作曲家の、1844年から1913年、は、グスタフの弟である。シュレーゲルは、ドイツのライプチヒの4 5トルほど南にある、チューリン原州アルテンブルクで、新中中造業の父ヨハン、ヨハン、デビットシュレーゲルと、母ヨハンナ、ジョハンナ・ロシナ・サイラーとの間に生まれた。 彼の父は蝶類の収集家であったため、それが刺激となって彼も、また博物学に興味を抱くようになっていった。ある時偶然に野生類の巣を見つけたことで蝶類の勉強を始めた。彼は、同じドイツの蝶類学者である、シー・ブレーム、1787から1864に出会う。この人は著名な動物学者アルフレート・ブレームの父に、 当たる人で、シュレーゲルは彼を通して多くの博物学者らと知り合う機会を得ることとなる。やがてシュレーゲルは父の仕事を手伝うようになったが、それにはすぐに興味を失ってしまい、1822年、彼は聖火を出てドレスデンに行く。彼はそこで見た自然史博物館の美しさに魅了されたという。ここで2年間を過ごした後の1824年、 オーストリアのウィーンにキ・きレオポルト・フィッツィンガー、1802から 1884? やヨハン・ヤー・コヘッケル、なの大学での講義の手伝いなどをしていたが、その後ブレームが、ヨーゼフ・ナッテラー、ヨゼフ・ナター、ブラジル探検などで有名なナチュラリストのヨハン・ナッテラーの兄に紹介状を書いてくれたため、ウィーン自然史博物館に就職することができた。 ウィーン自然史博物館に就職して1年ほど経った頃、館長であるカール・フランツ・フォン・シュライバースが当時女子を探していたオランダのライデン王立自然史博物館館長のテミンクにシュレーゲルを推薦してくれたことで1825年にライデンに移りてミンクの下で研究活動を行うこととなった。この当時のテミンクにはハインリヒ・ヒボイエ、ヨハン・ヤーコップ・カウプ、 ハインリッヒクールといった博物学者も協力していた。このうちのボイエはシーボルトが日本で収集して送った標本に基づいて赤払い森、青大将、山かがし、日本馬虫など多くの日本人にとって馴染み深い良性、爬虫類を820年代に新種として記載した人である。シュレーゲルがテミンクの元に移った当初は主に爬虫類の コレクションに関する仕事をしていたが、彼の活動分野はすぐに他の動物群にも広がった。このことで彼をジャワ島の博物研究コミッションに参加させることが計画されたが、1827年にケミンクの後継者となるはずだったボイエが同コミッションによる標本収集旅行中にジャワ島出で亡くなってしまったため、シュレーゲルのジャワ島行きの計画も実現せずに終わった。 1828年11月29日付で、博物館の脊椎動物部門の管理者、カンサーベイターとなる。この年日本では、対日人気を終えたシーボルトが、海外持ち出し禁止の日本地図を持ち出そうとしことが、発覚して、日本から国外追放されたシーボルト事件が起こる。オランダに帰国したシーボルトとシュレーゲルが出会ったのはこの、少し後のことである。 シュレーゲルは20代前半、シーボルトは30代前半であった。二人は生涯強い友情に結ばれ、やがてシーボルトが日本で収集した動物を元にした著名なファウナジャポニカ日本動物史1834から1850の執筆に加わることになる。文冊として出版しながら完結まで16年を費やしたこの体調の中でシュレーゲルは テミンクと共に、脊椎動物を担当し、多くの動物を新種として記載した。ちなみにテミンクは、寛容な人物ではあったが、今年レーゲルには厳しくもあったようで、研究用の標本も十分には与えてくれなかったとも言う。1837年6月22日、コルネリア、コーネリア・ブーディングと結婚し、1840年9月30日には、後に、 東洋学者となる息子グスタフ、グサトフが誕生する。1858年、シュレーゲルがその下で33年間仕事をしてきた、初代館長のテミンクが亡くなると、彼はその後を継いで、来年自然史博物館、第二大館長となった。彼は特に東南アジア方面に興味を持っており、この頃、1857年に、鳥類収集のため17歳の息子のグスタフを、 中国に送っている。しかし現地に赴いたグスタフは、英国の博物学者、ロバートスウィン院法が先んじて、すでに収集活動を行っていたことを知る。また1859年にはやはり鳥類収集のために、ハインリッヒ・ベルンシュタインをニューギニア島に送り、1865年に、ベルンシュタインが亡くなると、ヘルマン・フォンド・ゼンベルグにその後を継がせた。また、 オット・フィンシュという若い女子を雇い入れた。ノーツ・フロム・ザ・ライデ・ミュージアムという科学雑誌を創刊するとともに、ミューズム・ディ・イースト・ワー・ナ・チャール・デ・ペイズ・ボス、1862から1880という14巻に及ぶ体調も出版した。出版物の図を描かせるために、ヨン・ゲラルド・キューレマンス、ジョセフ・シュミット、ヨーゼフ・ボルフ、という3人の有能な学校も雇っている。 彼は学校に博物画を描かせる上での留意点を博物画重化上として残しいるが、それは今日でも生物画作成において有効なものであるとも言われ、正確精緻な博物画作成への彼の厳しい姿勢がわかる。このように旺盛な活動を続けた彼であったが、晩年には困難もあった。六十歳となる百六十四年には、 妻に先立たれるとともに、助手の品種も、ブレーメンの自然史博物館に移っていった。それは彼を、長年支えてきた協力者を私生活と仕事の、両面で失うことを意味した。それでも1869年には ACP、プファイファーという女性と再婚もし、引き続き、ナチャーラウカヒストリーブン・ネダーランド、オランダの自然史他の著作物も出版するなど彼の、 活動に衰えは見えない。しかし、いよいよ勢いを増してきた大英博物館の大規模な収集活動の陰で、彼が長年心血を注いできた博物館のコレクションは徐々にその輝きを失い始めていたのであった。1884年、シュレーゲルはライデンで79歳で没した。シュレーゲルは以下の動物の新種記載に際して懸命を受けている。他多数。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。